ルソフィー塾始まります。ありがとうございます。拍手をねちょっと強要したような雰囲気になってしまいました。先生が毎日少しずつ努力してくださいっていうことを言いますね。はい、で今日はこの説明をしたいと思います。 1.01 の法則いきますよ。ちょっと皆さんね、1×1 は1、はい、1×1 は1ですね。 1% っていくつかわかる？ 0.01。 お、答えられましたね。すごいです。0.01 ですね。でこの 0.01 ですね、1日0.01 頑張るわけです。 1% 頑張るんです。わかりますか？そしたらこれが 1.01 の365乗なんですけどね。これ365日 1% ずつ努力をすると、これをね計算すると 37.8 になるそうなんです。 37.8 もこれすごい計算だと思いませんか？ 1% 努力しただけでですよ。じゃあ今度同じように 0.99 0.99 っていうのは1よりも大きい、少ない？少ない。はい、ちょっとずつサボった場合ですね、少しずつサボってしまった場合は、それを365日やると 0.03、 つまりはこれマイナスになるということなんです。わかりますか？毎日毎日普通にレッスンを受けてると 1×1 で変わらない、うん、だけれども言われたこととか、こうしようああしようって言って少しずつ 1% 努力するだけで、すごくないですか？この37.8 変わっていくんですよ、1年後には。これすごいと思いません？でこれね、先生がずっとお世話になっていたアレクサンドル・バルエフ先生っていう先生に指示してたんですけれども、その先生が1日1ミリの努力をしてくださいっていうことをいつもおっしゃってたんですね。でバルエフ先生がこの、1.01 の法則を知っていたとは思わないんですけれども、そうやってやっぱりね、少しの努力がすごく大きな差を生むっていう、いいこのね計算方式になるんじゃないのかなと思いました。なのでね、まあ、コンクールある、発表会あるなんですけれども、毎日毎日 1% の積み重ねをしていくと 37.8 も変わると思ったら、皆さん頑張れますよね。ね、ちょっとねこれはすごくいいお話だと思ったので、シェアしました。では今日はこれでおしまいにします。はい、おしまいです。どう、ためになった？ちょっと話したくなるような話だった？でも数字に難しい、ちょっと疎いとちょっと分かりにづらいよね。大丈夫？みんな数字はすごいですね。ソフィー先生、この365乗がちょっと悩んだんですけど、皆さんは悩まないみたいですね。偉いですね。今日ソフィーの子供たちに 1% の努力をしていきましょうっていう話をしました。子供たちは真剣に話を聞いてくれました。 1% の努力、できそうでできなかったりしますよね。
でも 1.01 の365乗が 37.8 倍にも変わると聞いて、それを聞いたらやっぱり1日 1% 少し努力をしようっていう気持ちになったのではないかなと思います。私自身も少しサボりたいなって思う時それはあります。でもやっぱり自分の人生だから、自分の人生だから、やっぱり良くなりたいから、だから私は 1% の努力をし続ける選択をしたいなって思いました。皆さんはどうですか？自分自身の人生をより良いものにしていきますように。バレエはですね、ただ単に習い事かもしれないんですけれども、私が教えているバレエはただ単に習い事ではなく、しっかりと学び事ですね、人生を学べる、そういう機会を与えるようにと思っています。なのでバレリーナになるだけがバレエの習い事ではないのではないかと思っています。ぜひあなたも学び事してみてくださいね。ではまた。ありがとうございます。いつもソフィーの YouTube チャンネルを見てくださってどうもありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録、そして高評価も合わせてよろしくお願いします。いつもありがとうございます。